皆さん、こんにちは。今回もですね、スラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手をランダムに選抜して、たった一度きりのチームを作り、やるたびに完全に新しいチームが出来上がる、そういうモードになってますね。はい。アメリカのセンターフォワード。ジラス、アルジェリア。はい、キンテロですね。コロンビアの若き、攻撃的な選手ですね。ハメス・ロドリゲスに次ぐ、才能の持ち主と。体型的にかなりね、ずんぐりむっくりじゃないですね。がっちりしたタイプで。メッシとね、ちょっと似た体型ですね。はい。で、中島翔也がいますね。サモハンカル、コートジュバルの、ストライカーですね。まあ、中島はね、こうやってみても、他のね、ワールドクラスの選手とあまり遜色ないぐらいのステータス持ってますね。キープ力とドリブルと。このね、キープ力が、日本代表の中でず抜けた、能力。で、ドリブルも申し分ないですね。はい。で、スイスの、選手。はい。シャカですか。ロングパスの能力が非常に優れてると。センターミッドフィルダーできますね。真ん中ですかね、じゃあ。はい。で、コロンビアのセンターバック。ルイス・グスタボですね。ブラジルの選手です。エブラがいますね。フランスのね、はい。ワールドカップ優勝メンバーでしょうね。アフリカ系の選手でね、まあ、フランス代表ね、このアフリカ系の選手の起用で、非常にね、優勝をもぎ取りましたね。で、ナイジェリアの選手。はい。アンカーできますね。で、はい。キーパー、韓国のキーパーですね。で、はい。イングランドはピンクフォードいるんで、こっち使いますね。で、ナイジェリアのセンターバック。ロシアの選手。柏木と。なるほどね。どうしようか。柏木入れますか。一回ね。あ、これでもいいか。どうなんだろう、これ。はい。柏木ディフェンシブに。まあ、キンテロ攻撃的に使いたいんで、もうこれでいいですね。ああ、この人外すのかな、じゃあ。そうですね。はい。で、ロシア人入れて。こんな感じですか。まあ、キンテロを前に上げるかどうかですか、あとは。どうですかね。ボール、ドリブルがあって、キック、フットワークと。動き出しはあまりないと。ちょっと前じゃ難しい。動き出しがほぼないですね、この人。まあ、ここでボール持って、インサイドハーフでやった方が、聞いてくるかと思います。で、中島のドリブルが炸裂すると。まあ、左ね、エブラなんで、大丈夫でしょう。まあ、本当はね、下げて使いたいですけどね。まあ、ここで、プレスに参加してくれるかなっていう感じで。はい、相手はアメリカ。まあね、ちょうどいいぐらいですか。はい、ジラスから、中島とで、はい、ここね、ロシアの選手は知ってますね。はい、ちょっと無理ですね。今のキーパーがね、出てないんで、ループシュート打っちゃダメですね。はい。いや、頼む。はい、奪いましたね。で、ジラスに当てて、エブラから、後ろ使いますが、ちょっと無理ですね。今ね、ポストも1対1で勝負した方がいいのかな。後ろ振り向いちゃってますからね、こっち。はい、ブレッシャーのですね、これ。はい、中島が奪って、サイドで中島ですね。はい、中島の個人技。わぁ、ダメだ。もうちょっとね、1対1で、勝負する意識持った方がね、いいのかもしれません。うわ、強い。はい、ルイス・グスタボが奪いましたね。で、戻して、はい、細かいところ繋いで、エブラから、ロシアの選手のミドルシュートですね。うん。はい、柏木がいます。柏木ね、ディフェンシブに起用してますけど、攻撃もね、参加できるんで、いいですね。今、低い位置からボール奪って、ドリブルでね、ビルドアップしてくれるんで、はい、キンテロがプレス。グスタボから、下げて、はい、ちょっと苦しいですね、今。真ん中もうちょっとね、右のアウトサイドを使いたいですね。アウトサイドっていうか、ウィンガーですね。はい、ジラスから、ここですね。はい、これがサマンカルーガ。で、はい、エブラのシュートリッテですね。いいですね、今、形ができてますね。フォワードにね、一回当てるくさびのパス、ポストプレイやらせてから戻して、逆サイドにね、展開するっていうのが、まあ理想的な流れですね。はい、エブラのシュートリッテ、エブラ強烈ですね。ちょっと、まあやっぱりね、サイドバックなんでシュート能力は高くないですね。これ誰が行くんだろう。はい、奪いましたね、でも。はい、で、スイスの選手が、シャカ、頼む。いやー、プレッシングが足りない。まあ大丈夫でしょ、これは。頼む。はい、ピンクフォードが奪うと。ちょっと待って、危ない。
はい、2-0 ですね。フォーメーションこれでいきますが、もうちょっと変えるとしたら、まあ、ここ入れ替えるぐらいですか？入れ替えてみますか？何かね、起こるかもしれないんで。はい、キンテロを前で使いますね。まあ、あとは変えなくても大丈夫でしょう。サモハン・カルーを前で使うこともないですからね。そうですね、はい。エブラがプレスに行きます。はい、いいですね。今、エブラのね、プレッシング相当厳しくいってるんで、相手もね、苦しいですね。うん。頼む。追いついて。いや、あげられた。はい、ちょっとね、やられちゃいましたね、今。真ん中、センターミッドフィールダー1枚なんで、そこで止めきれてないですね。はい、真ん中、ジラスに当てて。いや、頼む。はい、シャカ、えい。はい、左使って、エブラから、折り返し、ジラス、相手。はい、いいですね。まあ、やっぱりね、アメリカ、そこまでね、組織守備、強くないですからね。これは、取れないか。エブラ、頼む。はい、ルイス・グスタボが行きます。で、シャカと。いやー、取れないですね。はい。下げて、組み立てですね。中島経由して、ジラストで、はい、サイド使って、もう一回、ね、フォワード当てて、こっちフリーですね。はい、中島のシュートで1点ですね。うまいですね、シュート、やっぱり。中島がプレスに行きますね。ジラスで、アタックして、はい、奪いましたね。中島から、エブラ使ってね、はい、キンテロに、ザキエフと、サマンカルーですね。クロスに中島は無理ですね、今。今ね、ジラス狙わないとダメですね。はい、ジラスのシュートで1点ですね。真ん中にね、3人ディフェンダーが固まってましたけど、うまく間を抜いて、得点に至りました。はい。ザキエフ、頼む。あ、これ空いてる。うわぁ、真ん中フリーだな。いやぁ、ひどい。操作ミスです。今ね、ちょっとアメリカの隙が大きかったんでね、慌てて出しましたけど。はい、柏木がプレス。はい、ルイス・グスタボが行きますね。はい、シャカ、頼む。うん。中島、頼む。守って終わりですか？はい。カウンター来ないか。はい、というわけで、5-1 ですね。内容的にね、まあ、アメリカの相手なんでね。フォーメーションとしては悪くなかったと思いますね。まあ、もうちょっとね、得点伸びてもいいかもしれませんけどね。やっぱり、ボールタッチのところでね、ちょっと、トラップミスったりとかね、そういう感じの、トラップがね、悪かったりとか、そういう感じのね、ミスがあったんで。あと、ま、この1点ですね。ちょっとサイド破られてね、真ん中、前セット足りてないですからね。ちょっと、フィルターラインがこっちね、うまく機能してなかったですね。やっぱりセンターミッドフィルダーのところですね。そこを今回、シャガ1人にしたんで、相手がうまく止まらなかったと。で、ここね、来られちゃうともう、センターミッドフィルダーじゃ間に合わないんで、アンカーがね、出ていくっていうね、そういう感じのプレッシングになって、そうなるとね、ちょっとマークずれちゃいますね。はい。それがね、うまくいかなかった一因かと思います。ただね、まあ攻撃的に、出て、センターフォワードジラスで、最初のキンテロをシャドウ、あ、後半ね、キンテロをシャドウストライカーにしてね、左をエブラ、右を、サモハンカルーですね。で、中島と、ロシアのね、ザキエフ、インサイドハーフでね、真ん中シャカですね。で、柏木をね、ディフェンシブミッドフィルダーとして今回ね、起用しました。キーパーね、イングランドのピンクフォードと。はい、いうことで、まあポイント、とはですね、まあ、エブラですね、やっぱり、なかなかね、あんまり引かないんですけど、今回ね、活躍大きかったですね。まあ、左に相手がね、ボール回した時に、ハイプレスに、最初から走ってくれると。で、エブラプレッシングあるんでね、それが効いて、真ん中でね、なんとかボール取れる形に、持っていけてましたね。はい。まあ、あと、まあ、カルーがあまり効かなかったですね、やっぱり。なかなかね、うまい選手なんですけど、まあ、ワールドクラスというか、ワールドカップでね、相手が強豪になってくると、なかなか個人、個性を発揮しづらい、設定値ですね。はい。今回も、アメリカをそこまでね、蹂躙する感じにはならなかったと。いうことでね。まあ、ジラスは、まあ、いつも使ってますね。割と、能力も把握してるんで、安定的な活躍と言えるかもしれません。で、あと、まあ、キンテロですね。はい。
まあ、筋トレちょっとね、活躍弱かったですね。もうちょっとね、まあ、ミドルシュートとか持ってる選手なんですけど、今回ね、起用の仕方がちょっと前半後半ね、変えちゃったんで、ぴったりとハマる前にね、フォーメーション変わってね、ちょっと馴染まない感じになっちゃいましたね。はい。まあでもね、ポジション的にはここしかないですね。まあボール持って、ミドルシュートの狙いがね、生まれてくるといいんですけど、今回ね、フォーメーションの全体的な噛み合いもあって、いまいちね、力を発揮しづらいような状況になっちゃったかもしれませんね。はい。あるいはもうちょっとね、前の方にした方がいいのかもしれませんね。はい。では、中島も十分に働きましたね。やっぱり、まあ、ウィングでもね、ドリブル発揮できますけど、インサイドハーフとしてね、起用した時も、十分に機能してくれるのが中島のね、良さだと思いますね。はい。今回もね、ボールに絡んで、得点に絡んでね、十分な能力発揮したと思いますね。キンテルよりも、中島翔也の方が働いてた感じですね。はい。まあ、左このね、エブラと中島のコンビネーション良かったですね。この二人のおかげで得点伸びたっていうね。はい。そういう感じですね。まあ、あと、柏木ですね。柏木も良かったですね。はい。まあ、ただやっぱりディフェンス面ですね。本来攻撃的に、やりたい選手だと思うんで、アンカー起用した時にちょっと、守備局面でね、不安が残りますけど、まあ、ボールバッターとね、カウンターというか持ち上がりですね。今回それが出てましたね。はい。非常に良かったと思いますね。まあ、攻撃的な選手をね、後ろで起用するっていうの、そういうね、メリットがありますね。本来、足元の上手い選手なんで、まあ、ディフェンス面で、普通にね、無難にこなしてくれれば、カウンターのね、チャンスが来た時に力を発揮できるっていうね、そういう感じですね。はい。というわけで、今回はサッカーアメリカ代表相手に5対1でした。また次回ね、シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。